K-1 ドリフティングは世界中を席巻した。各国ナショナルシリーズ、5シリーズと、そして7カ国からの参戦があるという。さあ、センタージャーン、この両手バラシー、マレーシアの2台グランツーリスモ HD ワールドオールスター走りを見せますか。あと23、そしてさしだ、ここはギリギリ持ってくる。オータンバックヒル返りドリー、繰り返し、いい繰り返し、かっこいい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 、ある N を外しました。だったかよアメリカまで来てこれだぞ、マチクショー。バンズ内のバンズのこの二人のです。すごいぞ、打ち返し、抜いた抜いた抜いた、この辺もうもうほとんどゴム、ほとんどゴム、ああああ入ってきた入ってきた、バンクは川端73ダレンですけども、うん、ダミアンス、ストレート進出、引き出しを持って、ああああ、天狗じゃん、天狗じゃんがどうだ、メリメリクラッシュね今日は。入りまくり、速い野村健太、見たいか見たいかってな見たいか。その名も V12 世代、いよいよ走る。なんかかっこいいんだかかっこ悪いんだか分かんないな、これも。ギア周りにこそスープラの面影があるものの、エンジンはセンチュリーの5リットル V12 エンジンを使用。ブーストもコンマ4しかかかっていない。553馬力、トルクだけで走っちゃう。フィーリングいいですよ。すごい速い。バックベルマショウ。念願の V12 マシンを手に入れて5件のスモーキー。安全マジンで。なるぞ。ここにある1周20キロの前のコースは最高速400キロというものすごいベストコースなのだ。スモーキー永田の挑戦、これから始まる。どんな世代状況が続くか。走りを抑えるいわゆる基本のカメラとは、デンジャラスカメラマネルのゼロで突進してくるマシン、ザコを始めた。